じゃん。こんにちは。さあ、ドラゴンズファンの皆さん、おめでとうございます。まあ、早いけどな。まあ、でもね、なんていうの、現場も、ね、いやいや、まだまだみたいな、うん、いや、思ってても、うん、気分はいいよ。悪くはないよ。2016年、谷繁監督の時以来の単独首位です。8年ぶりだよ、お前。8年ぶり、長かった。オリンピック2回。いや、そんなに弱かったかなっていうような感じがするぐらい、はい、まあ、中日の印象ってすごくいい印象があったんだけど。そうですよね。やっぱそうなんだな、はい、なんか常に、ま、あの落合森重さんの時から常に A クラスにいてっていうイメージはあったんですけれども、はい、まあ、やはりちょっと低迷が続いていたというところで、はいはいはい、単独首位、まあ、これは DeNA との直接対決で、はい、まず昨日の1戦目、うん、勝ったなあ、はい、まあ、中田翔選手が、ね、大活躍でしたけれども、そうだよ、うん、1点、4点、1点、3点で勝ってんだからな、そうなんです、4連勝だから。そうですよ。いや、やっぱ、まあ、ピッチャーも、うん、まあ、さることながら、はい、まあ、しぶとく守ってるよ、うん、あの、そうですね、守り、うん、いや、やっぱ守ってるのは、うん、あの、田中美希や、はい、まあ、二遊間が、まあ、ちょっと安定してきたな。そうですね。で、周平がうまいわ。やっぱ、ほんとうまいですね、サード、うん、硬いし、ね、あの、中田翔、はい、うまい、はい、まあ、坂本勇人が言ってたけど、あの、中田翔の守備はうまいと。で、やっぱり一緒にやってたら分かるんだろうね、あの、ファールボールでの反応とか、はい、ああいうのは抜群に速いって言うんだよね。あ、そうなんだ。確かにそれ意識して見てると、やっぱ昨日でもいくつか取ってたけどさ、はい、早いな、あの、動きというかその瞬間的な動きが早いですね。そうそうそう、うん、で、なんかこう広島戦では、はい、初期が一塁からこう回ってきた時に、やっぱあのカットプレーも見事だったし、はい、なんか判定も味方したみたいなそんな感じもするけど、はい、やっぱそのぐらい見事だよね。そうですよね、まあ、それと加藤キャッチャーの、はい、あの前こんなところにさ、サイド投げてんだよ、はい、止めたもんね、満塁から。いや、反応もいいし、もう、いや、やっぱ勝つときってな、うん、やっぱそういうこう流れっていうのがあるし、はい、やっぱそこら辺はやっぱこう、そういう僅差で勝てるっていうのは、そのチームの中も、うん、やっぱこう勝つという、はい、まあ、意欲に満ち溢れてるのかなっていうの感じがするよね。そうですよね、うん、で、今セリーグの6チーム中防御率はもうダントツナンバーワン、唯一の1点台の 1.94 なあ、はい、で、打率は 2.17 なので最下位の広島の 2.13 と、まあ、並ぶぐらいなんですがやっぱりこの守り勝つっていうこの本来の強さ、うん、まあ、それとやっぱり中田翔の怖さとか細川がいるとか、はい、まあ、村松の成長だとか、はい、三好の成長ね、で田中美希や、はい、これがやっぱこう効いてる感じがするな。あとは昨日なんかはその三好選手がヒットで出て、で中田選手が返すっていうのが多分2回ぐらいあったと思うんですけども、 その2人とも、三好選手も今年あのニューカマーとか成長して、中田選手も今年やってきて非常にいいミックス。田中美希也選手、そう、田中美希也選手も今年やっと、いや、もうエンドランかけたりだとかさ、はい、なんとかこうつないでみたいな、はい、まあ、中田翔もな、だからホームラン投げとか大きいのとかこう、ね、うん、描いてる人がいるかもわからないけども、はい、あれで十分なんだよ。ライト前2本、3打点、はい、素晴らしいなあ、うん、まあ、裏では負けた DeNA もいるけどね、はい、まあ、そうですね、いるからちょっと喋りにくいけども、はい、まあ、だけど見事な戦い方をね、うん、繰り広げてるという、まあ、もう少し打ってくれると楽だろうけど、うん、はい、でもやっぱ俺昨日の試合を見てて大事だなと思ったのが、中田翔以外はバントの用意をしといた方がいいな、はい、中田翔だけはバントいらない、いらない、はい、まあ、だけど他のもう細川もしかり、はい、もうね、チャンスだと思ってここ一番の時なんか必ずバントだよ、うん、で1点を積み重ねていく、はい、だからね、もう大量点なんか取らなくてもいいよ。そうですね、いや本当だよ、だからもうとにかく地道に、だから2番最強説っていうチームもあるけども、はい、やっぱ田中美希は最高だよ、あの2番、だから、まあ、それが田中がどれだけ試合に出れるかとか、うん、まあ、そういうポイントもあるけども、でも木下もなんか加藤もね、はい、あの、こんな、もう本当やったと思ったのがもう本当死に物狂いで止めてさ、はい、
だからそのプレーを見てなんか木下も刺激されてるみたいな感じもするしね、うん、はい、だからまあ昨日残念だったのが高橋周平がバントを失敗したっていうね、はい、うん、まあ、その後にこう中田翔が打ってくれたけどもね、はい、うん、まあ、だけどそういうバントをもうことごとくこうやって決めていっとけば、ほらお前行くぞお前ありますか。いや可能性があるよ本当に。だから他のチームってさ、まだなんか落ち着いてないもん。そうですね、だから問題点が出てきてる、うん、で中日はずっと問題抱えてきてるからさ打てないという、はい、そうですね、でもそれをなんとかみんなの力でカバーしようとしてるから、はい、だからいいんだよ。だから巨人だってこう怪我人が出たりだとかさ、そうですね、ね、いろいろしてる。で DeNA は華やかにスタートした渡来、はいはい、これが1番バッターでいいのかとかさ、はい、ね、出塁率2割6分ぐらい、うん、ね、打率が2割1分いくつ下がってきてます、ね、もうだからそれでいいのかって。魅力のある選手だけども、うん、これから成長していくとは思うけどね、もっとね、はい、まあ、だけどとりあえずいい位置にいる時の1番バッターでは俺はないと思う、はい、でヤクルトにしたってはその村上にホームランが出ない、まあ、未だに打点がない。そうなんですよね、だろ、はい、でいろいろこうなんだ怪我人も多いしヤクルトは、で広島は4連続完封と、そう得点がで遠いんですホームが、そうだろ、はい、ただ そこにはやっぱり中田翔みたいな打線の軸っていうものがちょっと欠けてるよね、うん、そうですね、うん、だからいろいろ球団問題点がある、まあ、阪神は一つのノリというか、まあ、ミスで負けたりとか、はい、まあ、結構多いよね、うん、各球団抱える中で、まあ、中日もなくはないよ、はい、なくはないけどもなんか全員でカバーしてるというかさ、だから昨年の戦い方見てるとピッチャーはピッチャー野手は野手みたいな、うん、なんかこう一体感っていうのがなかったけど今年は一体感あるな、なんかまとまってますねピッチャーも野手も、もう柳も必死に点やらないで投げたりとか涌井なんかももうイニング7回投げたのかなあの時広島戦で、はい、ずっとランナー出しっぱなしなんだよ、でもここ1本打たせないとかさ、さすがですよね、で我慢してると点をやっと取ってくれるとかさ、うん、だからそれ考えるとやっぱすごいな。で下にはまだ高橋宏斗投手がいるのでこれ上がってくるとか、高橋宏斗は中継ぎだよなで今日松葉投手がね久々の選抜なんですよ。そうな、松葉が、うん、残業するかしないかって言われて、いやいやでも相手も小園だからそうなんです、やっぱな小園の緊張感と松葉の緊張感、うん、まあ同じだよ、まあ、そうですねきっと、うん、松葉もやっぱねこういうチーム状態の中で、まあ、投げるっていうのも幸せで投げないとね、はい、でまあ、小園もそうだし、うん、でも小園はそのチームのことを考えるよりもまず自分のことだからさ、うん、でもやっぱり見事な戦い方というか、うん、やっぱこれは続くと思うよ。あ、そうですか。これなぜかというと、うん、やっぱこうもっと気温が上がっていくと、はい、打撃戦になってくるんだよね多少、うん、まあ、その中でも耐えきれる投手陣は持ってると思うけども、うん、はい、やっぱ守りがってるっていうところがさ、うん、非常に強みを感じるよね、うん、打ってるバカバカ打ってる、あ、これバッティングの状態が悪くなってるや知らんぞみたいな、うん、そういう戦い方じゃない。だから俺は安定してると思う。あ、そうなんですね、うん、順位予想俺は何か聞いてよ。順位予想何位でしたっけ。とりあえず2位にはしたけどなとりあえず2位にはしたけどなそうだってお前おかしいんじゃないかっていうような見方をするやつ見たんだから、えみたいな、うん、だから取材を何回も受けるじゃん、はい、優勝どこですか、まあまあやっぱり、うん、去年の日本じゃない阪神ですねって、うん、2位はとか言うじゃん、ね、中日ってははみたいな聞き間違えたからそうそうそういやいや中日ですよ、うん、見たことか、ね、でも春先だからまだ10試合ちょっとそう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 なんです、まだここからがね、いやでもね俺今年の中日は俺しぶといと思うよ。これ去年の、まあ、投手陣はもうずっといいと言われていたので、そのバッターに関して野手に関しては去年との違い、例えば三好選手がいる、で3番がやっぱ高橋周平選手がいる、で中田選手が加入したとあるんですけれども、去年とのその厚みっていうのも違うんですか。俺はね中田翔は実績がある、はい、で三好っていうのは今年にかけてるものがある、うん、さらにもう成長してるよ、うん、一番でかいのは田中だと思う、うん、三木屋選手なんだ。これがやっぱ打線をつなぐ、は
あ、そうなんですね。それとあの体ちっちゃい体のお前一生懸命お前なお前デッドボールしたら吹っ飛ぶぐらいのちっちゃな体してるのにさ小柄なんですよね。いやだけどあれが食らいついていってる姿を見るとさ、うん、よしこいつが繋いだら次何とかしてやろうってさ、うん、思うよ。だから高橋周平選手、中田選手、細川選手がってことですよね。顔なんかこんな口しかない。いやそれはない、それはない、本当に。いやそれもうちょっとある、もうちょっとある、もうちょっとある。いやそのぐらいなんかこう献身的にチームに貢献できる子だな。じゃあ豊さん的にやっぱ田中美希也選手の存在っていうのがやっぱり大きいっていうふうに。俺はやっぱりでかいと思うよ。やっぱ立浪監督とか片岡ヘッドもやっぱあそこにあの2番っていうのができて初めて打線が流れるっていうふうにつながるっていうふうに思ってると思うよ、うん、だから目はまあ例えば周平だとかあの中田翔とか細川に行く、はい、まあ言えばその三好を出さないようにって言うかも分かんないけど、うん、あの子が効いてるって2番田中選手が効いてる。だから他の球団は他をマークするけど、うん、田中をマークしてないと思う。それもあるんですね、うん、まあこれを言ったばっかりにマークするかもわからないけどそうですよね。まあだけどマークされてもあの子はかいくぐる、そのぐらいのものは持ってるってことなんですね。もうね80、100出たら、うん、もう俺の中でベストナイン上げてもいいぐらいで、おお、もうゴールデングラブも上げる。100試合出たらもうよくやったって。いや本当に、うん、うん、まああの守備範囲も半端ないぞお前。やっぱり、ね、前評判良かったけど去年、ね、出られなかっただけに。いやいや、だからまあ菊池もね年齢的な衰えっていうのが多少あって、うん、まあ、うん、だけど彗星のごとく田中がゴールデングラブ取るよ、うん、もうここでベストナインのショー、あのセカンドだけは。いやだからベストナインはまだね分かんないけど、うん、ゴールデングラブは取るから。取る。いや取らなかったらおかしいよ。あの子の守備、うん、範囲はすごいぞお前。今すごい。ちょっと興奮しちゃう、興奮気味だけど。あとはやっぱりこのキャッチャーが、はい、あのその木下選手に次ぐキャッチャーがなかなか出てこないと言われている中で、加藤選手がここに来てやっぱ光ってるっていうのも大きいですね。いやうまく使ってるよ。うん、であそこで加藤じゃなかったら多分、うん、あの時宇佐美が先発だったんだけど、宇佐美がね点を取ったんだけどさ、うん、あそこで加藤を使ってたから、うん、あの試合勝てた。守りでってことですか。いやだからチームがうまくいくとやっぱ監督の起用法もやっぱうまくいくんだよね、うん、それとやっぱこうみんなが勝つ気になったら、はい、やっぱ誰を使ってもったら変だけども、うん、やっぱ機能していくんだよ、うん、だからこれをいかに継続していくかだよ。そうですね。ただ例えばまだあの今使ってない例えば、まあ、ディカソン選手も たまに出てますけどとかカリステとかロドリゲス、あと岡林選手も、まあ、上がってくるとなると今度は、いやそうが厚いだろう。熱いですけど今度はどういうふうに今のいい状態をするんですか、ね、いい状態は変えなくていいんだよ、うんうんうん、いやだから遅れたやつはもう補欠だよ。いやそのぐらいやっぱ厳しくなってきてるっていうことだよ。だってこれで勝ってるんだから首位だぞお前。そう、何年ぶりか言ってみ。8年ぶり。そうだろ。いやだから今うまくいってるものを変える必要がないんだよ、うん、でねこれからちょっと一番心配なのは、はい、負け出すと変えるということだよ。そこですよね、うん、もうね、今年は我慢、忍の一文字。立浪監督我慢ですね。じゃあいやもう片岡が多分あの片岡ヘッドが我慢させるかもわからない。そうか我慢か、うん、やっぱ我慢の年だよ、うん、我慢で耐え切って勝ち取るという、うん、これができたら、はい、仮に2位だとしても、うん、クライマックスで優勝する可能性がある。これも中日ファン、あと他のファンがねはちょっと台風の目、これなぜかというと、うん、やっぱピッチャーの安定感が抜群だもん。そこはそうで、クライマックスだったら崩せるから、はい、いいやつを中に入れれるからもっと、うんうん、でも中もまた頑張りだしたな。いや今そうなんですよ。あ、うん、まあ、ちょっと総兵が心配だけどまだ頑張ってるよ。そうですよね。いや本当にこの踏ん張りっていうのは、うん、もうセリーグを本当に盛り上げてくれるよ。だ他球団5チームは本当あの今までは始まる前やっぱ阪神を要警戒っていうふうにしてやってきてると思うんですけれども、プラスアルファやっぱ中日も非常に警戒しながら戦うってことになってきます、ね、いやだからさ俺動画で言ったじゃん、うん、DeNA が一旦行くよって、はいね、これは日程的なこともあってなかなか落ちてこないと思うんだけど、で、ね、中日は2位を確保するにはスタートダッシュは絶対必要だと、うん、できたじゃん。いや予想当たった。よ当たってるよ。だからちょっとあのあれはもともとするよって、うん、阪神は。阪神は、はい。いやだけどヤクルト広島っていうのは、うん、ちょっともたつきがあるだろうなって最初から、う
って言ったじゃん。もう見てた通り言ってた通りになる本当にそうですね。競馬で言えばこの馬が先行馬で行って、うん、これ後ろに控えるよみたいな、まあ、力貯めるよみたいな、その通りになってきましたよね、うん、そうよ。ただまあ4月はそう予想してたんですけれども、5月はまたちょっと変わってくるわ。だから5月は広島がちょっと良くなってくるよって言ってるじゃん。おー、じゃあまたね5月の予想っていうのは5月でまたやるんですけれども、なんか当たるって言ったら変だけどこれだけ気持ちよく当たるとなんか気持ちいいな。気持ちいいですね。もうコメント欄も荒れることもなく、荒れてよ、まあ、どうせ外れるんだろう最後にはって。いや今のところ的中なので見事に。いやいや、まあでもね、うん、まあ俺ら仲間だよ言えば、うん、まあまあその現役時代から、うん、で同じチームメートになった片岡ヘッド、うん、はい、ね、まあ番組でも一緒にやってた2人だよ、うん、はい、それが監督とヘッド、うん、やっぱね必然的に応援するし、はい、あの頑張ってほしいと思うし嬉しいよこれを自分のことのように。そうですよね、うん、まあ例えばその新之助が中央の後輩、うん、もう可愛いよ、うん、ね、三浦大輔、はい、ね、最後の太陽選手だよ、うん、ね、一緒にやったユニオムやったこともある、はい、ね、岡田監督、うん、早稲田の時に一つ後輩で可愛がってもらった、うん、はい、みんなに恩はあるよ。そうです、ね、いやだけどやっぱこの片岡とかヘッドとか、うん、タッツァンって言ったら悪いな、あの立浪監督が1年目の時星野さんにね、うん、呼ばれてこういう選手になれよって、うん、ね、はるかに上に行ったけどねいやだけどそういうことがありながらさ、うん、それが監督とヘッドをね、うん、組んで、うん、やってる、やっぱりね嬉しいよ。そうですよね。 あとこ の, あの2年目1年目の苦しい戦い、そうだな、もうね、やっぱり我々みんなファンは見てるだけに、うん、野球ファンはだから立浪監督がやってて片岡ヘッドがね2軍監督やってる時に、うん、まあ、早くヘッドになればいいっていうふうに思ってたんだけども、うん、まあ、だけどやっぱり2年を耐え忍んでね、はい、ここに来たっていうのはやっぱり2軍選手のことも片岡ヘッドっていうのは分かってるし、そうだ、だからまあそういうことがこう合致して、うん、いいこうサイクルで回ってるのかなと思うよね。そうですよね、うん、だからもう本当楽しみだよこれからね。そうですよね、はい、いや中日8年ぶりの首位、ここからね、はい、まだ維持して継続してこう最後いい位置でこうみんな笑って今シーズン、ね、まあ、迎えられるといいですよね、はい、でちょっと待ってよお前、はい、これさ、どうしました、本を出したんだよ。誰が。俺が。え、まあ、俺がっていうかさ、あの本郷さんって東大の教授がいるんだけど、はい、日本史のね、はい、でその人とこの監督、うん、まあ、例えば岡田監督は 誰だって、その名将だったりとか、うん、歴史の、あの歴史の武将に例えたら武田信玄、はい、ね、工藤監督だった、うんうん、ね、上杉謙信とかさ、うん、まあ、こうやって書いてるのね。へえ、例えで、はい、うん、だからもうぜひね、中はちょっとどんな感じになってるんですか。中はね、まあこういう別当さんとかも、まあ昔の名所、はい、池田が別当さん、開けたところが別当さん、なんか縁があるねすごい。だからまあ大木さんとか、大木さん誰なんだろう、誰ですか。まあまあそれはもう買って読んでみたいな、宝島、宝島から出てるんで、はい、ぜひね、絶賛発売中、ちょっと見てほしいなと。絶賛発売中ですので、はい、ぜひ皆さんお手に取ってお買い求めいただいて、はい、で今シーズンの、ね、プロ野球と照らし合わせたりしながら見ていただく、まあ、現役の監督も言ってるから、おー楽しみ、武将に例えると誰かっていうことをね。ちなみに立浪監督は武将に例える、いや忘れた忘れた、俺も読み返さないといけないけどもう一回読み返してください。そうだね、はいまあまあそういうことで、はいね、うん、中日ファンの方、はい、ね、うん、今だけじゃない、これは絶対続くから、はい、信じて疑わず応援を続けてください、うんうん、そうです、ね、はい、はい。